ライトニングトークの、セッションとなります。で、ライトニングトークの方は1人5分で、発表していただきます。で、非常に発表人数が多いので5分は、現地で5分が経ったら終了のアナウンスしていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは、最初お一人目の、ご発表です。小泉風子さんの、ライブラリアンによるウィキペディアタウンウィキペディアアーツへの出演でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。京都府立図書館で勤務しております小泉です。今日はセッションマラハンといいまして、京都府立図書館 の職場のメンバーで作っている自主学習グループの、ショマルハンのメンバーとも一緒にやっていますラブラリアによるウィキペディアタウンウィキペディアーズへの支援ということで紹介させていただきます。皆さんご存知のですね、ウィキペディアっていうのは、インターネット上 の百科事典で誰でも編集できて誰でもクレジットだけで使えるっていうことなんですけれども、ウィキペディアタウンとはですね、その地域にある文化財や観光名所などの情報をインターネット上の百科事典ウィキペディアに掲載し、さらに掲載記事へのアクセスの容易さを実現した町のことであるというふうにウィキペディアに挙げています。で、私はですね、ここに追加したいことがありまして、ウィキペディアタウンですね、これまで何回も開催してきたんですけれども、ウィキペディアタウンというのはさまざまなバックグラウンドを持つ人たちですね、京都の場合は最年少が中学生で最高齢は70代ぐらいの方が来られるんですけれども、そういった方たちが集まってお互いに学び合って対話しながら地域の情報を編集発信するようなイベントであるということ、それから地域への愛着を育み、人が出会い交流し新しいものを生み出すイベントであるということ、でその結果はですね、オープンデータとして世界中の人が自由に利用できる、もちろん地域にとっては地域の新たな観光資源文化資源となるわけです。で、京都での取り組みですけれども、2014年のインターナショナルオープンデータデイのプレイベントから始まりまして、ご覧のようにですね、回数重ねてきました。で、赤字はですね、私も入っているオープンデータ京都実践会が主催しているもので、青字はコードフォー山城というところが、主催しているんですけど、コードフォー山城はですね、オープンデータ京都実践会の人がやってますので、重なっていまして、私も青字のところも手伝いに行っているんですけれども、なんと国立国家図書館の葛西館でもですね、やったことがあります。今度9月は13日にですね、富士の森神社、今度神社でですね、開催いたします。お寺でもやったことあるんですけど、今度は神社でやったりします。よかったら来てください。で、京都はですね、街歩きオープンデータソンという名前で、京都の歴史や観光スポットを街歩きしてですね、ガイドさんについてもらったりとかして、それで得た情報をですね、図書館の資料をもとに、オープンデータにするイベントです。で、ウィキペディアの地図版と言われているオープンストリートマップのマッピングパーティーと組み合わせてやっていることが多いです。で、ウィキペディアはですね、編集する際のお約束としまして、中立的な観点で編集すること、独自研究を見せないこと、編集を可能するとするために出典を明記することということで、ここでですね、図書館や図書館司書がかなり役に立てるということになります。で、私もですね、ライブラリアンとしてですね、参加してまして、大抵テーマがある程度事前に分かってますので、関連する資料を用意したり、あとは調べ方のレクチャーを行ったりしています。調べ方の案内はもう皆さん想像されるような、こういったことも検索しましょうねみたいなことを言ってます。で、国立国会図書館デジタルコレクションにですね、保護期間満了したものにつきましては、国会図書館に掲載の許可を得なくてもよくなりましたので、これウィキペディアで安心して使えますよというふうにも言っています。で、発表ですとか、あと図書館がですね、会場でないところにはですね、こういうふうに私はいつもゴロゴロと引っ張っていくんですけれども、基本的な資料を持っていきますし、あと重たいんで大抵コピーをして持っていったりとかしています。で、最近ですね、ウィキペディアアーツということも始めまして、ウィキペディアアーツっていうのは市民がみんなで地域の文化芸術について調べて、ウィキペディアの記事にまとめて情報提供するプロジェクトということになっています。こちらですね、4月にですね、京都府立図書館で初めて行ったんですけれども、京都の国際芸術祭ですね、パラソフィアという、ものと、あと大阪新美術館ですね、これ昭和58年から構想ができてまだ経ってない美術館なんですけれども、そちら のコレクションがあるんですね、そこの人に話してもらって、その記事をですね、編集したというものになります。で、現代芸術って本当に
全然アーティストさん の資料が少ないんですけれども、なんとかですね、かき集めて、左上の方が私が集めた京都府立図書館のものなんですけれども、なんとか図書館員の心意気とか気概を見せれたと思ったんですけど、この間の大阪市立中央図書館さんはその上を行くですね、気概を見せつけられて、さすがだな。橋本市でやった時もですね、図書館の方がですね、会場がちょっと離れてたんですけど、ブックトラックに乗せてですね、報道ブックトラックが走るのを初めて見たんですけど、そこに乗せて資料持ってきてくれて、やっぱり図書館ってすごいなって、こういうとイベントにですね、協力していくことができています。今後もですね、いろんなところで開催されると思いますので、はい、よかったら参加してください。ありがとうございます。それでは2人目の発表です。安藤さんの、デジタル化されてないアナログな、マイクロ資料があたかもデジタル資料のごとく利用できないマイクロ資料へ遠隔閲覧サービスを紹介します。京都から来ました明観大学の安藤です。これで10秒消費してしまいました。ちょっとタイトル長いんですけども、とにかく目立つことをしとかなきゃいけないかなと思いまして、だいたい言いたいことはもうそういうことです。マイクロ資料、ひょっとしたら知らない方もいるかもしれませんが、それをですね、パソコンから今見れるんですけども、それを離れた場所から見ようということです。でも知らない人のために一応写真は撮ってきました。この間ちょっとリプレイスをしたんですけども、マイクロリーダーです。使い勝手が悪いと私は強く言ってます。いわゆるこの場所に来ないとですね、見れないと。ですから授業なんかでですね、マイクロ資料の紹介しようとしてもですね、当然印刷した紙でこんなんがマイクロ資料図書館であるんだよという話になりますし、先生方もやっぱりたくさんの資料の中からマイクロ資料を比較しながら研究したいはずなんですけども、とにかく関係しそうなところをバーッと大量に印刷しておいて、それを研究室に持ってて資料で比較をする。あと取り扱いが難しいということで、マイクロフィルムはご存知の通り、指紋とかつけたら大変ですし、取り扱い気をつけていただきたいし、あとは古いマイクロ資料がすぐペリッと切れたりしますので、資料とか取り扱ってですね、先生が怒るということも図書館の中ではよくあるというふうに聞いています。で、最近はマイクロリーダー、これ公立国会図書館の関西館でもですね、同じのが並んでたんで、やっぱり世の中これなんだなというふうに思ってましたけども、右側がですね、ちょっとなんかぽったりしてますけど、あれがいわゆるリーダーというもので、でパソコン、ちょっと国もパソコン電源切ってますけども、パソコンの中に専用ソフトが入ってまして、でパソコンの中から基本的に操作すると。でパソコンの中で、デジタル確保してですね、より見やすいコードとか色合いとか調整して見るというものです。ただ残念ながらですね、マイクロフィッシュは右側の機械を実際に動かすなので、ちょっとパソコンでの操作ではないということになります。で、今回私の方が私が実現したわけじゃないですけども、すでにある機能を使って実現したんですけども、フィルムのですね、マイクロフィルムという形になります。簡単な仕組みです。特に説明することはないんですけども、基本的にはパソコンと機械で、機械はパソコンから操作し、パソコンで閲覧するという仕組みでした。で図書館員の普通の感覚だと、マイクロリーダーの入れ替えですので、そういう意味でもパソコンをネットワークにつなぐ必要はないんですが、ちょっと補助金を取ろうという話になったので、じゃあパソコンをネットワークに使って何かできないかということで、宿題が与えられたので、そうであればですね、マイクロソフト標準装備のですね、リモートディスクトップというソフトがあるんですけれども、これは何かというと、遠隔のですね、とあるパソコンにアクセスして、アドミニ権限が必要なんですけれども、離れたところからそのパソコンの画面を見る、操作するというソフトですので、それを使ってやってみるということです。これで良かったことはですね、大体こういうのは著作権いろいろうるさいんですけども、1人しか絶対見れませんので、その意味ではですね、メディアがそこにある、見るのはここという形ですので、著作権的にはそんなに厳しくないだろうというふうに、業者の方にもご判断していただきます。で、運用に向けてということで、当然ですけど、マニュアル作らなあかん、申請書も作らなあかんということで、現場とですね、やっぱりリールは図書館の人がこうリールをはめなきゃいけない。ここはロボットができないので、ペッパー君を買ってですね、なんか練習させようという話もあったんですけど、ちょっとそこまで間に合わなかったので、どのリールを使う方に事前に調べておいてもらって、時間になったらスタッフがかけに行くという形でやってます。で、マニュアルはとにかくどこにセッティングしてますかという連絡するんです。そしたらパソコンのホスト名、IP アドレス、
ということで接続してもらったら、あの画面が乗っ取られますから、あとは先生やってくださいという形になっています。でやってみたということで、実はのランニングコモンズのところでもこういう風に見れる。だから学生にですね、ちょっと使ってみてって言うと、おこんなものがあるんだ、かっこいいって、なんかこれ007の世界だねっていう、なんかそんな感じでしたけども、そういう形で学生がですね、集団的にマイクロの資料を閲覧すると。で授業でやってみて、あの真ん中ちょっと左で京都で非常に有名な先生が踊ってるように見えますけども、授業中にですね、マイクロ資料の説明をしたという形で、これ京都新聞のですね、古い、マイクロなんですけども、こんなのがあるんだよと。で授業でちょっと簡単なアンケートを取りました。ちょっと多分見えないと思うんですけど、2パターンです。1つはマイクロ知ってた、でもこんな風に使えるんだねが1つで、もう1つ目、マイクロそのもの知らなかった、これが大半です。なので、あの考えてみるとデジカメのもう世代なんですね。あのだからマイクロという言葉自体もあんまりピンとこないということで、そんな資料があったんだということです。で可能性です。5000ランの帯域でも問題できる、 VPN 接続もできた、あとモバイル通信、スマホでもあのできますので、そういう意味では海外のマイクロとか終わりましたね。はい、ちょっとだけはもらえるということです。はい、ありがとうございました。それでは、3人目の方の、阿古孝之さんの、フロアガイドに記される、テキストの分析、都道府県立図書館編でございます。ご上にご協力はしますでしょうか。あ、映ってないです。出力を、はい。すみません、PDF での、発表です。もう始まってますよね。はい。フロアガイドに記されるテキストの分析という形で、発表します。私、博物館の方にいます、阿古です。今日は都道府県立図書館編ということで、フロアガイドの紹介をします。今フロアガイドでですね、ちょっと研究などをしているんですけども、その際はね、今小泉さんもご紹介していただいたように、ウィキペディアとかウィキペディアンタウンとかでですね、グラム、ギャラリー、ライブラリー、アーカイブス、ミュージアムの持っている情報をどんどん外に出していこう、オープンデータにしていこうという取り組みがあります。もう一つオープンストリートマップという形で、地図もフリーにしていきましょうというのがあります。これ結構今外のものが多かったんですね。街歩きとかもあったと思うんですけども、それをだんだん中のものに入れていこう、図書資料にやっていこう、博物館の収蔵品にやっていこう、今度地図もインドアのマップにしていこう、まあ、インドアマップのところでは昨年とかがカリューさんの配下とかを期待してて、僕がやることはほとんどないんですけども、これが実現すればですね、まあ、マイフロアガイドとかできるんじゃないかと。昔は手書きで書いてた、例えばグーニーズの地図とかですね、そういうのもあったと思うんですけども、これが博物館とか図書館にもなるんじゃないかと思っています。で、ちょうどロンドン行ってたんですけども、ブリティッシュミュージアム、まあ、ラージミュージアムは何なのかと、ミュージアムなのか、それとももしかしたらメイズなんじゃないかと言ってね、全然わかんないんですよ。すごい簡単なんですけど、で図書館に行ってフロアガイドを皆さん作ってると思うんです。で博物館だとまだ、あ、こんなところがあったんだ、こんな収蔵品があったんだって見れるんですけども、図書館で迷うと見つからなくて嫌になります。これこそ地図が必要なんじゃないか。で、大きいところだったらいいんですけども、もっとちっちゃいところでやりたい、フロアガイド作るのはすごくお金かかります。だから小規模館でもできる方法を広めたい、まあ、ウィキペディアとかオープンするマップみたいなのを使ったらできるんじゃないか。で予算規模にもかかわらず始められる、デザイナーさんが入ってもらったら確かにいいものができます。でもその基礎情報を集めたりとか整理するのはすごく大変でも、まあ、ハードワークだけども、ちょっとずつちょっとずつウィキペディアとか、オープンするマップでやっていけばできるんじゃないか。もう一つそういうのは利用者の方々とかですね、そういう方々とやっていけるんじゃないかというところで、私は研究を始めようかなと思ってます。でまずじゃあ何したらいいのか、ウィキペディアとかも、もう小泉さんとかさんやってますし、カールさんも配下とかいろいろたくさんされてますので、研究者というか大学に行って暇な感じでやれるんだったらこんなことしかないだろうと、金がなくてもできること、金がなくてもやることを、じゃあフロアガイドの基礎調査をします。今回は Code for Live Japan ライブラリなので、ライブラリの方の、ガイド調査の結果をちょっと簡単に発表させていただきます。大体都道府県立図書館さん60館のうちの110フロアについてですね、テキストを出しました。こんな感じです。ですね、すげえ大変でした。ウェブサイトからですね、バーッとやっていって、見ていきました。まあ、で、大体フロアガイドの種類、今皆さんも調べてもらったら分かるんですけども、大きくはですね、
施設の案内になっているところと配下場所の案内をしているところ、だいたいテキストの種類としましては、ここはどういう場所ですよという案内と分類番号、今日たくさん出ているその分類番号を記されているところで、この分類番号を記されているのはですね、私打ち込んだんですけども、すごく嫌になります。もう700とかね、200とかね、そういうの全部番号打って、その後ろに言葉がついている、数字と言葉を常に打ち込まないといけないので、だんだん嫌になってきたんですけども、まあやってみました。で、そういうちょっと分類番号以外を除いてみた感じのやつをワードクラウドにしてみますと、こういう感じです。で、ちょっと一個大きく JIS っていうのがあるんですけども、これはだいたいアイコン化されているものがありまして、私の方でこれは多分これに、例えばトイレとかですね、エレベーターとかそういうのに関するものは標準記号に置き換えました。なので JIS の Z8210 っていうのが標準案内図記号ということがありますので、皆さんこれにぜひだけ置き換えてください。よろしくお願いします。で、それ以外を見るとカウンターとか何々コーナーとかなんとか図書とか、あと展示室がありますとか、そういうところが多いですね。で、平均してちゃんと、男子トイレと女子トイレは一緒ぐらいの大きさで、カーズも出ている。で、児童っていうのと子供っていうのもいろんな書き方があります。そういう感じになっています。で、これ見てもよくわかんないじゃないかということで、ちゃんとオープンデータという形で、リンクデータ.org さんの方に、今日上げさせていただきましたので、それは皆さん使ってください。普通に定量的な分析もよろしくお願いします。で、ここでは、図書館のものしかやってませんけども、一応オープングラムの中の、フロアガイドの中でですね、フロアガイドどもというキャラクターを今回作っていただきまして、これをやってフロアガイドを GLAM 全てについてやっていこうと思います。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ではこれで5人目ですね。5人目田辺みなみさんのご発表です。動画教材を活用して知の収集蓄積共有を行う、グループ学習支援システムの講座でございます。はい、あ、始まってですね、田辺です。よろしくお願いします。今日は僕が慶応大学のですね SFC の研究所員としての発表になると思います。よろしくお願いします。で、ビオックというですね、ものを活用してどういったもの、まあ、学習支援ツールを作ろうかというお話です。で、ビオックはここに書いてある通りですね、ビデオオリエンテッドコレクティングナレッジ略ですね。で、これは2014年度に、まあ、慶応大学ですね、 SFC の日焼研究室で開発されたものです。で、まあ、開発人が4人だったんですけど、私がですね今年の7月から一応共同開発して参画上院しています。これのきっかけはですね、なんか、聞いたんですけども、やっぱ 3.11 のやっぱ大震災でですね、テレビとか SNS の連携の重要性というのを痛感して、それでまあさらにですね、ビデオと SNS というのはかなり、相性がいいというところでこの開発に至ったと聞いております。で、ビオックの基本コンセプトというのはあくまで動画というですね、具体的な状況を提供するメディアだという捉え方なんですね。で、これを専門家から知識を一部ですね抽出して積み上げるというメカニズムを提供する。なので、まあ、いわばですね、動画ベースのウィキペディアと呼んでますけども、動画をトリガーにしていろんなナレッジを集めてこようというものです。で、アーキテクチャは、まあ、3層ですね、3つの構成で、データベース、バックエンドのデータベースと、ユーザーインターフェースがありまして、それをつなぐ外部モジュールというのがあります。で、外部モジュールでは一番特徴的なのは、その動画の時間軸を用いたタイムマネジメントというのができるというところが一番今回の特徴ですね。で、あと投稿してきたいろんなコンテンツ、まあ、テキストもあれば、画像も動画もあるんですけども、そういったものの関係性を格納するデータベースっていうのも、用意しています。で、 UI はこんな感じでですね、あとでちょっとデモが時間があればデモやるんですけども、まあ、こういった UI があって、左上にですね、プロジェクトごとにマップした動画、まあ、これ YouTube だけなんですけども、 YouTube を今取り込んでこれを見ながらですね、いろんな人がですね、コメントを打ってくるんですけども、先ほど言ったように時間軸が大事で、何秒目にですね、何分何秒目に どのコメントを入れたのかとかですね、でコメントと合わせて一緒に入れた動画とかですね、画像だとか、そういったのも、見ることが 一つのタイムラインとして見ることができると、まあ、右側がビューのエリアなんですけども、まあ、こういった顔を持っていると。この辺は飛ばしますが、で、特徴はまあこれもいろいろ書いてあるんですけども、まあ、再生される動画のシーンですね、各シーンに対してナレッジやコメントができる、何度も言ってますけども、
まあ、視聴者の興味や関心ですね、そういったものがどこに集まっているかとか、分かりづらいポイントがどこなのかといったことですね。それからまあ検索とかフィルタリングを用いて、まあ、他の視聴者とですね、協調的に知識を集めていけるという部分だと思っています。でじゃあ学習支援サービスにじゃあどうやって適用するのかということですけども、今言ったその時間軸ごとに集められる知識というのを利用してですね、まあ3つ目に書いてあるその学習者の初期行動とか直感的な反応というのをキャッチアップしたいと。もともと美欲というのはそのもうちょっと高尚なですね、専門家が知識を集めるというものなんです。もうちょっと私はレベルを下げるという失礼ですけども、下げて例えば話が長いだとか難しそうだとか分かりづらい、腑に落ちないといって一見ですね、直感的な反応というのも補足していって、で何回目、2回目3回目にどんどん理解が深まっていく過程というのも全部ロギング、裏でロギングしてですね、学習者がどうやって理解が深まっていくのかというのをキャッチアップしたいという仕組みを今考えています。でそれをベースに例えば授業の動画であればそれを先生にですね、フィードバックすることで次の授業に生かしたいということができるかなと。でさらには図書館との関連でいうと、一番下のエビデンスとしての学術用語というのをですね、これ紐付けていくと、投稿内容の関係性、まあ、コンテクストに応じた文献情報のレコメントみたいなのにつな、げていければいいなと。で、これでも時間が51秒しかありませんが、まあ、これプロジェクトごとにセーマップされた動画がありまして、どうかな、テザリングなんでちょっと遅いんですけども、これクローズアップ現代 のやつですけども、これにですね、例えば私がもうすでに入れてあるやつもあるんですけども、例えば40秒あ、市村先生だみたいな、まあ、どうでもいいコメントも入ってる、ニコニコ動画とは変わらないんですけども、でここでですね、カテゴリー、じゃあ投稿したいって言った時にカテゴリーを入れてですね、ここにコメントを、例えば何か打ちます、そうすると今止まるんですね、ポーズされるんですよ。でポーズされて、まあ、投稿すると、まあ、これちょっと適当なものなんで、そうするとこう鮮度されるんですね、はい、一応こういう顔を持って、ありがとうございます、はい、それでは、6番目の、発表でございます。アワッツ、さんの、地域資料収集システムについて、でございます。それではよろしいでしょうか。はい、はい、皆さんこんにちは。福生市の中央図書館から来ましたアワッツ美晴と申します。本日は地域資料収集システムのアイデアについて説明させていただきます。早速ではありますが、皆さん私のちょっと薄いですけれども横に写っているキャラクターご存知の方いらっしゃいますか。あ、ちょっといらっしゃいますね。改めて後でこのキャラクターにもご紹介させていただきます。改めまして阿波津美晴と申します。よろしくお願いします。本日はちょっと目次が化けてるんですけれども、イントロダクション現状システムのアイデアについて説明させていただきます。では次に所属図書館の収集地域である福生について簡単に説明させていただきます。福生はですね、地図が下にあるんですけれども、東京の緑の小さい市でして、福生の七夕祭りが有名です。この福生の七夕祭りから生まれましたのが先ほど出てきましたタッケーといいます。では今回のシステムの名前にもついている地域資料の説明に移らさせていただきます。地域資料は、地域の範囲が福生だけではないんですね。地域住民が生活するために必要な地域を、地域の資料としていますので、福生でも近隣の青梅市やあきる野、東京都まで集めています。ではなぜ図書館は地域資料を集めるのでしょうか。それは、公共図書館は所属する地域の専門図書館の側面を持ちまして、収集と利用について最終的な責任を持つからです。ここまでが、イントロダクションでして、次にですね、所属図書館の説明の現状なんですけれども、うちの図書館では収集対象範囲が2点でして、ゆかりがある人とゆかりがある場所、この2点を集めています。ではこのような収集対象をどのように管理しているかといいますと、現状では実際は Excel で管理しています。
こちらが、一部なんですけれども、場所のリストでして、横田基地や多摩川が書かれています。では次が人のリストでして、こちらは、名前、出身在住を示す分類番号、作品名などが書かれていまして、このように場所や人のリストを参考にして図書館は本を買っております。この業務の中の課題としては、担当者が数年で移動してしまい、収集対象の把握に限界があるということです。で、理想なんですけれども、本当は、担当者のスキルに偏ることなく、網羅的に地域資料が収集できることが理想となります。ここまで、地域資料収集の現状と理想をお話ししました。ここからがこの現状と理想を受けての、アイデアなんですけれども、システムの機能としては3点です。1つ目が資料対象リストの作成、2つ目が新着案内メールの配信、そして発注です。特にリストの作成が重要なんですけれども、地域にゆかりがある 人と場所の収集対象のリストと、また収集対象に関連する資料のリストが欲しいと思っています。ではこのリストを作るためのデータなんですけれども、今のところ今後に期待というところで、候補としては2点挙げさせていただいたんですけれども、1つが、図書館は書誌データと呼ばれる本のタイトルや著作名などを書いている書誌データを購入しているんですけれども、そちらのデータの項目の1つである著作紹介に、在住地や出身地書いていただければ活用できますし、また電子書籍であれば全文検索や、また付付けなどに著作のプロフィールありますので、そちらのデータ使えれば、どん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 データが入手できるのではないかなと思っています。このシステムが実際に実用化されますと、手作業でのリストの更新作業はもちろんなくなりますし、網羅的に収集対象の把握と収集ができるのではないかなと思います。実際にこのシステムが、出来上がりましたら、全国の図書館での活用が期待できます。それは、地域資料を収集しない図書館はなく、また独人的な地域資料の収集の課題はどの図書館でもあると考えられるからです。そして最後に、地域資料の収集は図書館の要です。ICT の発展に期待させていただきまして、私の発表を終わらさせていただきます。すいません、ちょっと文字化けしてしまったんですけれども、以上になります。ありがとうございます。では次ですね、じゃあNext presentation is SLIM's Integrated Library System with TAI by Ariane Graham. Okay, good afternoon, everybody. My name is Ariane Graham from Universitas Indonesia.I will present our project, open source integrated library system. We call it SLIMS, with style. Okay. SLIMS developed since 2007 to replace proprietary ILS in the Library of Education Ministry of Indonesia. Built with PHP and MariaDB database, with also web standards at HTML5, with Bootstrap framework and jQuery library.SLIMS is licensed under GNU GPL version 3 to ensure freedom to use, modify, and redistribute for all libraries. It aims to make library and librarian easy to implement an ILS at any scale, and also make librarian and system librarian easy to modify the software. It's already used across Indonesia and also other countries, mainly in Asian.Also in other European countries such as Russia, Germany, Africa, South America, Spain, and Middle East. Some of the key modules, like bibliographic registration, circulation, membership, OPEC, and also reporting. We use ISBD in metadata object and description schema standard. And also we're compatible with MARC 21 format. One of SLIMS features is that you can attach digital files in your bibliographic records, one or many. So you can embed any type of digital documents in each bibliographic record.
We also implement interoperability standards such as OIPMH, so you can use SLIMS as an IR system, which is a repository systems. And we also implement schema.org with a distant LD format, so you can harvest the metadata easily. We also already use SLIMS already localized in US English, Arabic, Malay, Thailand, Spanish, German, Brazilian, Portuguese, and also Japanese are progressing. So the question is why with style? Because we believe that an iOS must have a great look and also have a great feel. And also an open source iOS has to easy to use, modify and customize for all life. That's our principle. We also, you can also build Union Catalog with style, with SLIMS, very easy. We have companion web application, we name it Union Catalog Server, also free and open source. If you want to build a federated search engine, so in case you have 10 SLIMS installed and you want to create one portal to federate search to all SLIMS, we have Lioness, also free and open source. We also have a large community in Indonesia right now. We also have an annual event, SLIMS Comet Community Meetup, gathered more than 400 librarians from all across Indonesia. This is the screenshot of the OPEC. Thank you. Try it with style. それでは次のワークですね。次からは、まあ、急遽ホワイトボードで演説していただいた方々の、トークでございます。まず、最初、8番目ですね。8番目は、村山さんの、こんにちは、山中っ子のペッパーです。はい、山中っ子情報創造館の丸山です。今日はうちの新人を紹介します。ということで、このシルバーウィークからフロアに立つ予定でおります。もしよければ山中湖情報総督官に来て、彼と初めましてを交わしてください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。やっぱ、テッパーとの対話は可愛らしい。それでは
では、9番目のご発表になります、大谷さんの、第3の際にそしてあんなに可愛いプレゼンはできないんですけど、ちょっと思わせぶりなタイトルで、プレゼンしたいと思います。愛愛の音階です。サイニーは6月にですね、アクションサービス、新しいサービスっていうのができました。で、アドレスはこのスラッシュ D って、ディザプテーションでも綴り書けないので、もう1文字にしちゃいました。で、どんなサービスかというと、アクションが弾けるっていうことなんですけども、それは2年前に、あらゆるこれから出版されるアクションが全て、機関リポジトリ中心としたネット公開で公開しなさいというのがもう義務付けられた、その合わせて、収集して、検索してみよう、できるようにしてみようということで、3つ目のものができたということになります。で、基本的には書誌は全部実は国会図書館、納本義務もありますので、そこで取られたのを使います。それに対してリポジトリであるとかデジタルコレクションの直接デジタルで入手できるものを、くっつけるという処理をします。この名寄せっていうのはやっぱりなかなか大変で、デジコレを引っ付けるのは同じ NDL ですからいいんですけれども、機関リポジトリにデータをくっつけるのはやはり大学ごとに技術力が全然違ったりとかしてなかなか合わないところがある。ただ そこもいろいろ見ながらやってまして、つい最近バージョンアップしてですね、特に筑波大学 のコンテンツがかなり低くつくようになったので、エグザさんや高久さんの、アクション文が速攻見れるということで、皆さん今すぐアクセスして私のはやんなくて画面はもうすぐ使えるので、飛ばしますけど、トップがあって上がって、ダウンロード画面がある、これはもう普通のサイニーの画面そのものですね。で、ここ2ヶ月半ぐらい動かしてみたら、Google Analytics の画面ですけれども、2ヶ月半で50万アクセスとかですので、大したものではありません。ブックスはこれより低いのも入れてるし、アーティクルはもう1桁多いっていうぐらいの規模なので、なかなかその日常的に拍手を難しくそんなにいないかもしれません。で、技術面の話は、サイニーは全て API 出してますけれども、RTFX メールと JSON-LD のフォーマットで出して、これはアーティクルのブックスも全部同じです。で、ハーベスティング対応って、私自身が OIPMG が大嫌いなので、その後継企画をとっとと、実装して、嫌いな理由っていうのは本当はちゃんとした理由があるんですけども、対応してます。で、あとは、全部検索の用意はしています。で、UI は、今までのサイニー以外は全部ルートラストストラップで書き直して、右にありますけど、モバイル対応とかも進んでます。で、これは際に AB にも後日適用で、大体、図書館総合展の時には、リリースするつもりであります。で、中身はですね、田辺さんの発言もありましたけど、エラスティックサーチというので、やってます。で、これ全然 AB は全然違うソフトになっていて、A は、ある。商用の検索エンジンとソーラーを使っていく、PostgreSQL を使っていく、B はソーラーと MySQL を使っていく、でも D になるともう DB いらない、エラスティックサーチで、キーバリューストアの役目を、できるということが、大体分かったので、もうこれ単独でやっています。だんだんシンプル化されていますね。で、ここまでやるっていうのは、そもそも、そのユーザー数が全然違う、アクセスが違うものを、1個のシステムにするのが無駄すぎるっていうこともありますけれども、適材適所の技術を、新しい技術を入れて、ベンダーの皆さんに楽しく開発してもらうのが、実は一番大事な理由だったりします。で、この先なんですけども、一応10月正式公開とか言ってますけど、基本的な内容性を良くしていきましょうということになるわけですよ。で、もう一つ、さっきのそしての、思わせぶりなところで、A、B、D ができて、C は中のシステムでコアっていうのがあるので、もう C は出てこないんですけど、じゃあ次は何だってことで、前にちょっとアイデアソンとかして、やるとやっぱり E にしろとかっていうのが、よく出てきたんですけども、本邦初公開、名前がもう次のは決まりました。次は R です。で、ただこれはもう特定の単語の頭文字を取るっていうことはやめました。 R にはいろんな意味があります。リポジトリ、リサーチ、リサーチャー、リソース、レポート、かなり研究系の話が多いと思いますけど、そこをいかにサポートするかっていうのを、仕様から今切っているところなので、ぜひまたご意見聞かせていただきたいと思いますけれども、次は R っていうことだけ、覚えていただければなと思います
っていうふうにして、まあ、自分にまたプレッシャーをかけているわけですけれども、ということで、いろいろとご紹介してきましたけれども、まあ、こういったスタッフのことと、で、一緒に作り上げているということで、サインからの発表でした。以上です。